たな試みの番組があってプレゼントをもらえるようなワクワクしたエレキューストーリーの上司やりたいです。何それって思いました3回ぐらい読み返して結局マネージャーさんに電話したかなか次の日現場で聞いたか、あれってどういう意味って新たな試みの番組があって私が歌うまでは分かったんですけど、うん、歌に沿った MV を作るみたいな、なんかそのどういうことってなりましたね。でもあの意味が分かってからはすごいちょっとプレッシャーもあるんですけど、うん、なるべくみんなが気持ちを重ねやすいような歌えたらいいなと思いました。うん、もう名曲なのでもちろん知ってはいたのですが、じゃあカラオケでお箱ですごい得意かっていうとそう、うん、そういうわけでもなくて、なので改めて今回勉強しました。有名なドラマの主題歌であり、もうすごく小田さんの声自体軽やかで希望を感じるというか、この先が開けていくようなお声を持っていらして、で曲調もそういう感じなので、今回のそのアレンジを聞いた時にふむふむってこのアレンジだと思いを伝えたくて歌うもがくみたいなことなのかなと思って、なんかそういう解釈でやるべきなのかなって思いました。キラッとしてるラブソングだと、まあ、それはもう小田さんには勝てないので、で、まあ、ナイトテンポさんもそういうあの含みのあるトラックを作ってくださっていたので、なんかそういう感じがいいんだろうなと思いました。難しいは難しかったです。ものすごく小手先が通用しないというか、すごいピュアな言葉がたくさん並んでるんで、なんか変にうまく歌おうと思えば思うほど下手になるなって思って、トラックに合わせてじゃあ淡々と歌えばいいのか、いやでもそういうわけではなさそうだそうとかいろいろ考えました。誰かが甘く誘う言葉にもう心揺れたりしないで、切ないけどそんな風に心は縛れないっていうのが、なんかもう心揺れたりしないでって言ってるけど、でも切ないけどそんな風に心を縛れないっていう、その二極化した自分の気持ちをなんかこの二行にしっかり収めてるっていうのはすごい歌詞だなって。限定的な瞬間、あの日あの時あの場所で君に会えなかったらっていうのも、多分生きてたらその恋人だけじゃなくても、あの日あの時あの場所で君に会えなかったっていう出会いはなんかある人も多いのかなと思うんで、なんかそういう言葉を歌にするときはなんか自分が楽しくなっちゃって歌にならないように、気持ちがちょっと乗るようには考えたりとかはしましたけど、できてるかどうかは未知数です。初めてそのオンラインで会議した時に何を長谷川って言われてすごいびっくりしたんですよね私ものほほんとしてるって言われるんですけど、ナイトテンポさんものほほんとしてるなと思いましたご一緒できるって分かってからもいろんなこう雰囲気のアレンジを作ってらっしゃる方なので、自分にはどういうアレンジが来るのかっていう、その待ってる期間はすごいなんかご褒美みたいな、プレゼントをもらえるようなワクワクした時間でした。10代と20代前半は、まあ、学園ものも時代的にこう多かったりとかして、それ以外で
王道恋愛ものは来なくって、どっちかというとこう思った作品が多かったので、4月で28になるんですけど、やるなら上司やりたい、胸キュン、胸キュンストーリーの上司やりたいです。なんか今までは現場で自分が年が下っていうことが当たり前だったのに、どんどんこう普段お世話になってるスタッフさんとかが自分より若いことが多くなってきて、多分これって普段応援してくれてる同世代の子たちも自分の心はまだ若いままなのに先輩として振る舞わなきゃいけないことが増えてきちゃったとか、私もそこまで成熟してないし、そんな偉そうなこと言えないし、でも見てたら気になるしみたいなことって同じようにどの仕事でも感じてるのかなと思って、なんかこの期間もまた刹那だなと思って、なんかそういう立ち位置で翻弄されてみたいです。本日レコーディングをしていたんですけれども、歌いながらどうかこの3人が少しでも良い時が過ごせたらいいなと願いながら、天の声みたいな立ち位置なのかな、これ私はどういう立ち位置なんだってそわそわしながらも、誠心誠意ナイトテンポさんのアレンジとともに歌わせていただいたので、楽しみにしていただけたらいいなと思っております。光り輝くラブストーリー、ラブソングっていうわけではないんですけど、小田さんが歌ってらっしゃる曲の良さのこう敬意を示しつつ、自分なりに今を生きる子たちに寄り添うテンションってどんな感じだろうと思いながら歌ってみているので、ぜひこう日常のお供にしていただけたらいいなと思います。